今パイナップルアイランドを送り出しました。いかがでしたでしょうか、ね、さて改めてご紹介としましょう、今回のゲストです。原田俊二さんです。こんばんは、原田俊二です。今みんなもパイナップルアイランドのイントロが聞こえた時に、はい、はーんって言ってたけど、私ももうすごい好きな曲なんですよ。そうですか、原田さんが書いてくださったんですよね、パイナップルアイランド。私すごい久しぶり歌ったんですけど、みんなすごい久しぶりだったよね。聞いてるんですよ皆さん。そう、私あのアルバムパイナップルっていうね、はい、名前のアルバムなんですけども大好きで、多分みんなも好きでいてくれると思うんですけど、なんかもうキラキラしてたよねパイナップルって。で、パイナップルの中にもう一曲原田さんの曲がありますよね。そうですよね、うん、はい、みんなわかる？そうそうそう、ピンクのスクーター。ピンクのスクーターですね。あの歌も私すごい好きなのよ。みんな好き？ねえ、そうそうそう、それそれ。 The sunshine Hello, good sunshine Hello, hello
や素敵な歌ありがとうございました。どうもありがとうございました。本当楽しかったです。すごく楽しかったです。皆さん本当にどうもありがとうございました。またぜひいらしてください。はい、じゃあ皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。原田真さんでした。ありがとうございます。終わっちゃいましたね。すごい似てると思ってるんだけど私は。ケンティえもっと、いやこれ以上やると似てないと思うのよ。ここまでだね。I love you. すいません。そういうわけで、でも本当に歌ってすごいですよね。あの私が原田さんのあの声とあの素敵な声とあの歌を聞いただけでバーッと私の青春時代が蘇ってくる。そうやってね、皆さんにもあこの歌を聴いたらあの高校時代があって、そういう人生も振り返られるっていうのはすごいことだと思いません？皆さん、いや本当に音楽の力っていうのはすごいなと思いますけれどもね。はい、何時間旅行、あの歌もいい歌ですよね。時間旅行、りょうちゃんできないって。小倉さん思いっきり今首振ってたよね。弾けないって言われて、みんなずいぶん大胆なことを。そっか、出発ロビー飛行機の翼が窓に映る懐かしい声振り向けば少し痩せた横顔、こういう感じね。え？桜の園、桜全然ダメって桜の園。 Song for you 散り急いだ無数の花が空を覆うの、あららララ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 ラ、練習しておきます。失礼いたしました。よ、はいはいはい、白い夫の影渚を滑り知る
Yeah.
Thank you.
じる。